開4日目のグループ F、 日本対オーストラリアの一戦は気温30度という炎天下の中で行われました。キックオフ、高原が少し下げるところからスタートしました。チャンスをつかんだのは黄色いユニフォームのオーストラリア。ビルカへ打たせてはいけない。川口もう一回防いだ。そして前半22分切り込んできます。アレックス、これは面白い。高原打つべきだ。高原打て。うわあ、まあでもいいでしょう。やっぱり打ちに行く姿勢であのフェイントが効くから。ビルーカシュート。川口よく触って、中澤守りから試合の流れを手繰り寄せた日本は前半26分右サイドからシュートコースを狙っています。勝負できるか。入れ、入ったゴール、ゴール、日本。今のね、中村俊輔、俊輔の柔らかいボールが、はい、あのディフェンスとキーパーがぶつかっちゃったんですね、はい、26分。いや、これは大きいね。中村俊輔、審判の判定はノーファール。日本が待望の先制点を奪います。オーストラリアの反撃、シュート、危なかった日本。いやー、もうちょっと抑えられたら やられてましたよ今、ね、柳沢打っていい。柳沢決める。うわ、決まらない。でもいいでしょ。あの行け、日本にアクシデントが。坪井がセール、ボールはキープした方がいいですかね。そうです、足を引きずっています。坪井です。誰かも入れないとダメですね。ダメですね。後半13分、モニワのクリアボールをアレックスが前線へ。あ、拾った、シュートまで行ける。高原打てる。高原、うわー、キック、ビルカです。ビルカー、吉勝、よく止めましたよ。ナイスキーパー。いやー、頼れる男で、日本に追加点のチャンスが生まれます。あー、チャンス、いい高原外、柳沢だ。高原、柳沢、うわぁ、後ろからだ、シュート、吉勝止めた。あ、よく弾いた、当たっています、川口、吉勝。しかしその後のスローイン、吉勝が出ます。あ、触れない、シュート、ケイヒルか。当たっていた吉勝がここは触れませんでした。この試合途中出場のケイヒルに同点ゴールを奪われてしまいます。勝ち越したい日本、残り2分果敢にゴールを狙います。空いてる、福西打てる、決めろ。いやー、でもシュートでいいですよね、はい、しかし残り1分、ケイヒルは要注意。打たせないとダメだ。打たせてはいけない。残り時間わずかのところでまたもやケイヒル、逆転ゴールを許してしまいます。時間はないが大黒を何とかしてほしい。ディフェンスを1枚外します。さらに今度はアディショナルタイム、あのケイヒルが入って流れ変わってますね。ジョン・アロイージー、アロイージ、アロイージに痛恨の1点を決められ万事休す。一気に引き離されてしまいます。そしてここで無情のホイッスル。オーストラリア対日本、オーストラリアにとってはワールドカップでの初勝利ということになりました。3対1、残念ですが日本代表は敗れました。グループ F、 グループステージの第2節、日本対クロアチアのゲームを紹介します。炎天下真昼の決闘、熱くなりましたニュルンベルク、ハードボイルドな日本代表に期待しています。熱くなれ日本代表。ワールドカップに負けて帰るというのが辛いものだということはこのジーコ監督は本当によく知っている人だと思います。どんなメンタリティを選手に伝えたんでしょう。オーストラリアにサイドを完封されてしまいました。今度はサイドの取り合いです。プラスリッチ、川口、シュートはニコ・コバチですか。低いクロス、柳沢がポスト、秀俊、中田、秀俊、
まあいいんじゃないですかね。シュートボールです。プルショー、プルショー負けるな。あー PK か。あーなんて言うんでしょう、このボールの処理誤って入れ替わっちゃったんでしょ。でもまだ分かんないですよ。大丈夫でしょう、はい、PK まだ入れられたわけじゃないし。そうですね、川口止めてほしい。大丈夫、止めた。吉勝、吉勝絶対これは蹴る方がプレッシャーかかりますよ。はい、動かないのが良かったね。そうですね、あーナイスプレー。トゥドゥール、フランチャール、シュートークロスバー。シュート力ありますね。カジセーフティーに切りました。中村俊輔、中村俊輔、うん、フリーだ。小笠原受けもいい、シュートー、キーパーです。正面か、でもいいじゃないですかね。いいですね、はい、インサイドカジ、カジから中村俊輔、高原が押し合ってます。俊輔、俊輔、ヒデー、いや、いいですよ。やっぱり仕掛けてって、今でもワンツーやろうと思ってこぼれてきたら、やっぱり大、はい、あー、カジセンターに入れたボールは危ない。シュート、吉勝、今ちょっと取られ方悪かったですね。フランスミッチのシュートでした。吉勝ナイスセーブです。今日プレスからも、相当こう聞かれていたジーコ監督なんですよ。やっぱり稲本出てきましたね。出てきましたね、はい、国西に変わってるようですね。そのまま変わってるみたいですね、うん。チャンから奪った稲本、稲本のパス、高原が走る、いける、高原、出ちゃうか。でも稲本はこれが良さですからね、球際の強さでした。あ、しかしこのルーズボールを拾いそうです。カジ、高原、うん、カジ、シュート、あらー、ナナニー、ナナニー、今、空いてましたよね、ゴールね。ニアサイドに流し込めれば、いやー、カジがうまく抜け出しましたけどね。むしろこっちのゴールに入れた方が簡単ぐらいでしたけどね。丁寧に流すだけでここは良かったんですけど。あ、うん、あ、打たせてやりきれない。よく抑えました川口。バビッチ、プルショ、クラスニッチ、クラスニッチ、蹴る、危ない、危ない、外した。クラニチャール入ってきます。来ました、柳、中田英寿、キレ、シュート、もういいですよ。あのね、ボールをどんどん早く動かしていくと、ルカ・モドリッチがクラニチャールに変わってあります、この選手は20歳の選手ですが要注意です。素晴らしい才能を持った選手です、ね、はい、シュートは打たせてはいけない、角度はありません。切り返す、センターにキレ、頑張る、シュート、吉勝、シュートはモドリッチ、いやこれね、守モドリッチ、これ元気ですからね、はい、モドリッチ、これ逆サイド見とかないと、うわ、オリッチ、中澤よく帰った、アレックス、切り込んでいい、アレックス、アレックス勝負、前は2枚、アレックス、アレックス、いける、アレックス、アレックス、いけ、あれー、あれー、誰か、誰も宮に入ってない、誰か入ってほしいな、そこはセットプレー、俊介、中澤、シュート打て、あー中澤よく折り返したけどね、はい、終わり、タイムアップ0対0、日本クロア、サムライブルー正念場です。武士の心得を説いた江戸中期の書物葉隠れには、武士道とは死ぬことと見つけたりとあります。もちろん死を美化した言葉ではありません。死ぬ覚悟を持って信じる者に仕え、職務を全うして生きろという教えです。侍と呼ばれることを厭わないのであれば、武士道に準じてもらいたい、そう願うファンは多いのではないでしょうか。武士道を海外に紹介した二戸稲造は、武士道とは勇猛果敢なフェアプレーの精神であると紹介しました。まだ90分、僕らの日本代表には武士道を示すチャンスが残されています。違っています、今日は18度前後という気温です。玉田走れ、つま先トラップ、ゴールラインがありました。2人見なきゃいけないんですよね。ロナウジーニョ、ロナウド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 、川口、
ペナルティーエリアの中、カカが持つとスピードがぐんと上がります。カカシュート、ロビーニョ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 シュート、川口ちょっと予選の遅いですね、遅いですね、はい、ロビーニョ、あーカカ、ロビーニョ、ロビーニョ、ロビーニョシュート、川口ナイス、ジベルト、スイバー、ロナウジーニョ、ロナウジーニョ、ロナウド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 、川口ロナウジーニョ、ロナウジーニョ、ロナウドシュート、中田、濱田、稲本取った、アレックス勝負できる、アレックス、アレックス、うん、玉田、玉田シュートだ、玉田、玉田、玉田、日本先制、34分、日本先制しました。玉田が一番すごいも戻ってくる、ロナウジーニョ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 、川口、ロナウジーニョ、ロナウジーニョ、一番遠いサイド、ススイーニョ、ヘディングシュートか、ロナウド、もう時間なかったのにね、ロスタイムだったのに、ロナウドのゴールで同点です。ちょっともったいなかったな、今もったいないですね、今ちょっとロナウドに取られて、あのシーニョが飛ぶから、ファーストハーフが終わりました。両チーム1点ずつを取ったというファーストハーフ、原さんの一言お願いします。もったいないね、今の1点はね、ただ、はい、ただブラジル決して出来が良くないんで、はい、まだ点を取るチャンスは必ずありますから。そうですね、後半またあの気持ちこれね、切り替えて、はい、点取りに行ってほしいと思います。はい、ファーストハーフ終わって1対1、先制してロスタイムに追いつかれるというのは日本代表が過去に見た、すでに見た嫌な夢というような気がします。ジュニーニョ、川口、ロナウジーニョ、ヒデ、ロナウド、ロナウジーニョ、ロナウド、助かったもあります。ブラジル代表とかでも動いてますよね、はい、結局は、はい、ここもスピッチングでシュート、おー、ジュニーニョ、ペルナンブカーノ、やっぱり振らせたらいけないんだよね、ですよね、セカンドハーフ8分です。中村俊輔の良くないと、はい、小笠原のがあの攻守では切ったと思いますけど ね、 そうですよね、中村俊輔、中田裕太シュート、いやいいですよ、シュート全然ないですから、ロビーニョ、ロナウジーニョ、ロナウジーニョ、あーゴール前、ゴール前、ジュベルトシュート、うわージュベルトのゴール、中国に3点目の前に入れたかったですけどね、高原フィールドアウト、大したことないといいですけどね、ロナウジーニョ、ロビーニョ、ロビーニョ、田口、やっぱ甘いですね、ボールの寄せ、体を打ってきます、もうジュニーのペルナンブカも怖いですね、ちょっとでもかなりリラックスしてますね、リラックスしてますね、お行儀が悪い、だってもう一番苦しい選手が一番体を投げ出してしますよね、あーロナウド、あーケーキにイチゴが乗りました、ロナウド36分、これでゲルトミラーのワールドカップのゴール数に並びました。やっぱり人がいても行かなければ、やっぱりちょっとでも上げたらやっぱりこのクラスはやられてしまいますよね、ブラジルは変えます、ブラジルはテストに入る、俊輔、日本、うん、鎌田、そう、中田浩二も行く、鎌田、さあ、奥田、奥田、いやでもね、いい、ね、今みたいなやっぱ動きでいいし、鎌田、鎌田、大黒、うん、アレックス、アレックス、いける、アレックス、アレックス、ラストパス、
俊介ヒデモーター何回も入っていかないとね、俊介タイムアウト1対4。日本代表の2006年のワールドカップは終わりました。日本代表は結局0勝1引き分け2敗で終わりました。もっと強くなってという気持ちで戦わないといけないんじゃないですかね。でも ヒデですよ、ね、あの倒れるまで走ってたのはヒデがセンターサークルの中でですね、一、うん、人だけ仰向けになって倒れています。でもやっぱりね、格好つけてるわけじゃなくて、やっぱ彼はやっぱり倒れてもいい、そのぐらいやっぱり戦ってるから。そうですよね。これがベースになかったら、いくらちょっと上手いとか言ったって、はい、世界でも全く戦えません、はい、それをあのみんな分かってほしいなというふうに思いますけどね。